鬼怒川ぐるり朝散歩。2022年3月下旬に鬼怒川温泉朝やホテルに宿泊しました。こちらは部屋のベランダからの眺めです。川下に見えるのが黒金橋。ここからは見えないですが、川上には滝見橋があります。ホテルを出て2つの橋を回って帰る朝の散歩に出かけます。朝やホテルから時計回りで歩いて戻ってきます。朝6時半に出発。ホテルを出て右方向へ道なりに進んでいきます。早いので開いていないですが、おせんべい屋さんもありました。食堂もありました。この辺りはアパートが多いので、ホテルの従業員さんたちが利用するのかもしれません。国道352号に出ました。ここを右に曲がり進みます。少し進むと滝見橋と滝見公園入り口の看板がありますので、右に曲がります。こちらが滝見公園です。6つの彫刻作品があるそうですが、3つしか把握できませんでした。花の季節には花壇や壁掛けの鉢にチューリップなどが咲くようです。ここで応印しました。
吊り橋に向かいます。右側に廃墟ホテル群が見えます。吊り橋なので揺れます。奥に見えるホテルサワフーも今は廃墟です。左にあるグリーンパレスは営業休止中です。こちらの左側にも廃墟ホテルが並んでいます。廃墟と言われなければ遠目にはわからない外観です。前日は雨で風も強かったので、川は濁っているかもしれません。この辺りから滝が見えるはずなのですが、見つかりませんでした。
滝見橋から一本道に出たら右に曲がり、川下に向かいます。左に進むと東武線鬼怒川公園駅があります。今回時間がないので鬼怒川公園も鬼怒川公園駅にも行けません。川下に向かいます。見えてきたのは元湯干しの屋です。大正14年1925年創業、あと少しで創業100年になるはずの老舗旅館でした。源泉かけ流し、たっぷりの湯量でファンも多い古き良き温泉宿だったようです。次に見えてきたのは鬼怒川立本店。昭和17年1942年創業。当時は鬼怒川流域にカッパ風呂を作り人気に。別館や第二別館も増築。1999年、鬼怒川温泉では最初に廃業したホテル。隣の元湯干しの屋が管理していたものの、星の屋も廃業してしまいました。現在所有者は行方不明ということです。心配ですね。
隣は鬼怒川第一ホテルです。元は朝やホテルの支店として1956年開業。1980年に鬼怒川第一ホテルとして営業開始。8つの温泉、鬼怒の八湯が人気に。2008年閉館しました。階段には朝やホテルがあります。川を挟んであちら側とこちら側でどうして違ってしまったのか。たくさんの人の思い出が詰まった旅館やホテルが廃れていくのは本当に物悲しいです。黒金橋に出ますが、その前にもう一つの廃墟ホテルを見に行きます。見た目は綺麗で、まだまだ宿泊できそうなホテルです。右に見えてきましたのは鬼怒川観光ホテル東館です。1970年代に開業し、2008年に閉業しました。東館は閉業となりましたが、
鬼怒川観光ホテルは現在、大江戸温泉物語により運営されています。左に見えるのは、初代鬼怒川温泉駅の跡地です。コンクリート部分はホームだったのかもしれません。場所を電車が通過していきました。東館の横の階段から黒金橋に降りられるようです。鬼怒川観光ホテル東館の横から階段を降りて黒金橋に向かいます。その後はオレンジの矢印の道を通り朝やホテルに戻ります。こちらの方が近道だったので階段を降りましたが、階段は狭いので車道から行くのも良いと思います。正面が黒金橋、左に鬼怒湖の湯、足湯があります。足湯は9時からです。ちょうど掃除中でお湯は空っぽでした。
キヌコのスタンプを押しました。私の名前はカルメンです。この右下に岩風呂水明館があるのですが、取り忘れてしまいました。朝食の時間が迫っていたので。現代の建築法上は無理と思いますが、残っていたら宿泊したかったです。黒金橋から道なりに歩いて朝やホテルに戻ります。
この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。